えー、ひろきさん、えー、本を買わせていただいたということで、ありがとうございます。こちらですね。3年前ぐらい出したんですけどこれね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、あの、コピーライティングに関しては、この、この教材に関しては、もう3年前ぐらい、3年ぐらい経つと思います。ただ、3年前であろうが、1年、 未来であろうが、10年後であろうが、もうずっと使えます。コピーっていうのは。まあネットから文章がなくなるってことがあるんだったら使えなくなるかもしれないですけど、どうですかね、ネットから文章なくなるってことはありえますなんかスマホで検索したら全部動画しか出てこないみたいな。多分ないと思うんですよね。企業の、企業のその宣伝ページ、資料請求ページとか、なんかその商品、まあネット通販売ってるページが全部 文字なくなななくるみたいいそれないと思うんですよ楽天で売ってる楽天ショップで売ってるその物売ってるやつも全部文字なくなるとこないと思うんですよだからまあネットビジネスで稼ぐんだったらまあこのコピーライティングっていうのは基本中の基本であり最も大事なとこだと思いますので、まあ、今回のプレゼントしっかりと受け取ってあとはまあ使っていただければなと思います使わないと意味がないですからはいということでアンケートありがとうございました